スザンナ・ホフスはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の女性歌手。バングルスのメンバーとして有名。父親は医師、母親は映画監督という経済的にも文化的にも恵まれたユダヤ教徒の家庭で育ち、幼少の頃からビートルズなどの音楽に親しみ、ギターを覚える。名門カリフォルニア大学バークレー校を卒業後に、 バングルスのメンバーとなるビッキー・ピーターソン、デビー・ピーターソン姉妹と出会い、バンドを結成。メンバー交代の末、最終的に元ランナウェイズのマイケル・スティールが加わり1984年、アルバム、気分はモノクロームでメジャーデビュー。アルバムはヒットセールスまでには至らなかった。しかし、セカンドアルバム、シルバースクリーンの妖精からシングルカットされた。 マニックマンデーが全米2位の大ヒットになり一躍有名に。この曲はプリンスが別名義で書き下ろした作品でスザンナのことを非常に気に入った彼が申し出たと言われている。また、このセカンドからシングルカットされたエジプシャンが全米1位に輝く。女性のみのバンドとしてのシングル第1位は史上初の快挙。1987年母親のテーマー。 サイモン・ホフスが監督、脚本を手掛けた映画、恋は、オールナイトで、に主演したが、工業的には失敗した。1988年にバングルスは、サードアルバム、エブリシングルを発表するが、1989年に、解散。その後スザンナは、ソロ活動に転向。1991年にソロアルバム、ボーイの誘惑。1996年には、 スザンナ・ホフスを発表するが、ヒットには至らなかった。親友であるベディン・ダ・カーライルのアルバムに曲を提供したり、バックコーラスとしても参加している。その後、映画、オースティン・パワーズ、デラックスのサントラ版のレコーディングがきっかけで、バングルスは再結成を発表し、2003年にアルバム、ドール・レボリューションをリリースした。1993年に、 映画監督の J. ローチと結婚し、二人息子がいる。最近は、ローチ監督の映画、オースティン・パワーズのサントラ版に参加したり、マシュースウィートとカバーアルバムなどを発表しており、現在も精力的に音楽活動を続けている。ありがとうございます。